エヴァさん、お久しぶりです。久しぶりです。久しぶりです、はい、最近動画撮れてなくてすいません。今日朝8時から集合ということで今日はエヴァさんに重要な報告があってしたんですけども、はい、おかげさまで、違う東京フィットネスの1周年を迎えましてですね。あ、そっちですね。1周年、はい、おめでとうございます。いろんなフィットネスジムさんであったりとか、ちょっと顔見ましたけど朝8時だから ねエヴァさんとやってきた、ね、トレーナーの方にインタビューしたりだとか、ね、進んできましたけども、はい、ちょくちょくお問い合わせもいただくようになって武蔵さんともいろいろやらせて進めさせていただいております。今後もそちらは期待してほしいんですけれども、まあ、今回ちょっとまあ登録者も1000人ちょっとなってきて、 YouTube もやっぱりもうちょっとね拡大させていきたいんじゃないかというところでですね、ちょっと私から一つ提案がありまして、はい、東京フィットネスの YouTube はやめようかなと。もうエヴァチャンネルもう私のチャンネルになる。そうもうエヴァチャンネルにしようかなと、まあ、っていう理由もやっぱりいろいろあって、うん、やっぱり、うん、そっちの方が面白いじゃないですか、まあ、ただもちろん内容は変わらず、そうね、うん、いろんなところに参るし、インタビューさせてもらったりとか、しつつ、うん、そのエヴァさん発信で、うん、あのフィットネスなライフスタイルをどんどん届けていただければなと。いわゆる Vlog 的なね。もう誰得ですよ。どちらかというとエヴァさんもインストラクターをメインとしてこう働いてるじゃないですか、うん、でどちらかといえばフィットネスなはずなんですよ。どちらかといえばねだからフィットネスを軸にした生活っていうのはどんなもんなのかっていうのをやっていかないといけないですね。これから届けていってほしいなと。でだからよりねちょっとプロ意識を持ったなのでちょっとエヴァチャンネル始動ということでお願いします。東京フィットネスはフィットネス、スポーツ、ヘルスケア、食事などをテーマにフィットネスを続ける方へ情報とモチベーションコンテンツが集まるメディアです。ぜひご覧ください。